えー、の方の編集でお送りしています、えー、お仕事前の短い一時となりますけど、えー、ニュース4択、はいえー、日頃は、えー、この近藤幸施設さん、えー、このウクライナ選挙お新防衛研究チャンネルさんですね、えー、昨日日、えー えー、日曜日ですね。日曜日の夜アップされてましたね。出したので、まあ、急遽また、えー、いつも排除して、まあ、排除チェックしてます。えー、トサン TV さんからの、えー、排除となります。えー、最大戦火、ウクライナ軍、うん、えー東京、遠距離攻撃、えー、この、プーチンの寝言、お侵略側が、あ 干渉をしたいということで、情熱草チャンネルのニスのトローガーでも、この、クナイクドローンでクルミア、ロストフ、クラスト、クラストダールで、本当に、連日大きな、この、ドローン攻撃で大戦果を上げてますね。えー、この、飛行場、クルミアの飛行場、また、製油場、また、セバストリー、こ,れからこの、ロストフ、 クラストダールのロストフかな、クラストダールの,このまた下がったこの軍港ですね、いろいろなこのロシアの軍事施設、製造上と降格地、目標頑張っています、また本当にプーチンはまたねお父さん TV 用に寝言ですね、この干渉うまくいかなかった感情を伝えつける、本当に侵略ですね、本当に一方的に侵略して何かということで、本当にプーチンに始めたこのク,リアクリミア併合を始めたこのドンバスの戦い、そして全面戦争、プーチンによる。 力、えー、現状の変更絶対許すわけにはいきません。えーこの クチンをロシアをこの、えー、ウクライナから追い出して、ウクライナに平和ですね、ウクライナへ、ねえー、栄光あれ、えー、このチャンネル、ウクライナを応援しています。マスタートです引き続きこの、えー、今日は、あトサン TV さんでしたけど、引き続き近藤さん、体調があ回復をお祈りいたします。えー、引き続き、新防衛研究サーさん、えー、ウ,クナウクライナ選挙をオーキングしていきたいと思います。マスターとイス、マスターとのこの YouTube ャンネの登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。えー、次回のニュース、インタクでお会いいたしましょう。マスターとした仕上げです。パシャンプレゼシャロム、シャロム、シャロム。